ハッピーファル。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ハッピーハロウィン、くるぶしです。パンダパーン、パンダパーン、パンダ、パンダ、うぅだあ、オッケー。何する、初めて聞いたけど。小学校の時に、嫌われ者の女子が歌ってた。妙に脳裏に刻まれている。よろしくお願いします。今日はですね、もうすぐハロウィンが近いということで、コンビニなどでハロウィン商品がたくさん出てて、ちょもちゃんこれいいんじゃないかなっていうのを買ってきたんで、今日はかぼちゃのパンツパンツ売ってねえ早速、ご紹介します。こちらですね。プシュッじゃん、ちぎれるパンダチョコクリームだい。こちらですね、セブン&アイのちぎれるパンダ、パン DA やね。そう、パン DA、 ちぎれるパン、ダパンプの、ごめん、かぶっちゃった、ごめんね、ダパンプのダンス。うん、そうね。これは今ハロウィンで出てて、もしも君が一人ならね、今新発売で、はあ、結構ね売り切れてるんですよ。へー、うん、それを2つも仕入れてきたから、そうなのよ、すげえ奇跡的にすげえ在庫売れてねえんじゃねえか。パンダといえばトモラーラテ、オープニングでも歌っちゃったなこちらをね、ぜひ食べていただきたいと思います。はい、それでは、はい、食べたいと思います、はい、せーの、レディゴー。もうね、ふかふかなんですよ、これすごいよ、うん、ビジュアルがすごいね。ね、ダサい、こんな感じ。色的にはパンダですけど、そうね、全然パンダ感はないね、うん、顔とか描いてない、グラデーションの感じがってことね。そう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 、まあただパッケージにパンダはいるけど、うん、パンであるって意味やもんね、これ。パンダじゃなくて、あー、そうか、パンであるよっていう、あー、そういうことか、のダパンプやもんね。ダパンプで、うん、そうで、しのぐね言うてもこれちょっとチョコなんでね、チョモちゃんちょっと苦手かもしれないんですけど、ね、いかせていただきます、ね、はい、いただきます。わっ、どうよどうよちょっと待って、うん、皆さんお気づきでしょうか、はい、この割った感じがパンダっぽいんです。え、どういうこと、ほら、あー、そういうこと、リアルなパンダってことね。うん。全身みたいな。ええ。これ全然ちゃう。トリックアトリート的な。トリックアトリート。言いたいだけ。じゃあ、早速、はい、いただいていただきましょう。めちゃくちゃうまい。食える。食える。お、チョコクリームは大丈夫なんでしょ。大丈夫。お、これはね、うん、うまい。うまいよね。これ100人に聞いて110人がうまいって言いそうだもんね。間違いない。もっちもち。あ、すごいな、でも。ほんまに。うん。よくある、ほんまもちもちしただけのやつ、うん、あれもう食い飽きたんです。うん、うん。それこそポンデリングみたいな。ポンデリングはいいねんけど、うん。ポンデリングに寄せてるコンビニのパン。あるね。うん。ああいうのはもういいんですよ。うん。2番煎じやし、飽きてるし。うんうんうん。これ、うん。もちふわやね。確かに、モチフは、あんまないっすね。うん。これは美味しいわ。お、来た、うまいわ。うまい。これうまいですよ。あっという間の完食です。うん、いただきました。あー、お粗様です。いただきました。これいいね。うん、これ美味しいわ。お、またリピートし、ま、したいっすか、これ。チゲルパンディエ。はい。しないです。チョモポイント聞いとこうかな。なるチョモズポイント。お、4点。待って、4点満点じゃないよね。ちょっと甘すぎる。あー、なるほどね。確かに結構クリーム甘めかもしれない。うん。俺この4分の1でいい。ワンブロックでいく。そう、これ丸々いくと4点までいっちゃうから。うん。ワンブロックやったら7点。うん、おー。じゃあワンブロックだったとしての、うん、マイナス3点っていうのはどこなんですか。あそもそも雨と。そもそも雨。で、量食っちゃうとどんどん点数が
そう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 、ちょっと違う。まあでもなんかその世の女子はさ、うん、アメーモン好きやし、くるちゃんもねアメーモン好きやし、そうね、これは美味しいと思った。俺さっきも言った通り、うん、もちふわの食感は素晴らしい。お、しかも、うん、割った時パンダってなるのはポイントだからなる人もいたり、なんなかった人もいたり、ならんかったら似てすごい自己中な採点いいね、割ってみて、うん、なったりなんなかったりで盛り上がったり、そう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 、ほんま、うん、その遊びしたらいいよ。そう、40個かい、40個描写感いや、美味しいと思いますよ、うん、ぜひ買ってみてください。128円、税込みで138円なんでね、はい、今日はセブンイレブンのシクエルパンダ紹介しました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。それ何や新人のアマレス